サンクトペテルブルク植物園、もしくはコマロフ植物研究所植物園はロシア最古の植物園である。ロシア科学アカデミーが運営している。8万種以上の植物が栽培されている。紀元は1714年にピョートル一世の命令で薬草園が作られたのに始まる。敷地は拡大され、エカチェリーナ二世の時代には640メートル425メートルの 広さになっていた。鎮痛、下熱などに効能を持つ西洋夏雪草などが栽培された。ドイツからヨハン・クリスティアン・ブックスバウムやヨハン・ゲオルク・ジーン・ゲスベックといった植物学者が招かれ、地域を最終旅行し、植物の種類が増やされた。18世紀から19世紀にかけては、皇帝ー,ー,ーのブルーメントロストやイワンデ・ピョーヒンらが植物園を管理した。 1823年に内務大臣、ビクトル・コチュベエが改革を推進し、薬草園と科学のための植物園に分離され、アレクサンドル一世の時代にミカドリツ植物園となり、フリードリヒエルンストルート・ビヒ・フィッシャーが初代の園長となった。フィッシャーの下では、高中学者として知られるようになるファルダーマンが園庭として働いた。1830年から、 提出大臣が費用を支出し、多くの資金を得ることができた。1850年にフィッシャーが引退し、カール・アントン・マイヤーが延長職を継いだ。1855年にマイヤーが没すると延長の役割は、植物園の管理と研究を指導する役割に分けられることになった。1863年から財務省の管理となり、ロシア大公、ニコライ・ニコライヴィチと、 ミカドリツ科学アカデミーが資金を援助した。1864年からは、エルンストルドルフ・フォン・トラウトフェッターが園長を務めるが、植物研究は、主任植物学者のエドアルト・アウグスト・フォン・レーゲル、セルゲイ・ロザノフ、カール・ヨハン・マキシモビッチらの植物学者が担うことになった。1866年にレーゲルが園長となった。この時代には、アレクサンドル・ベッカーやニコライセ・セベルツオフ、 ニコライ・プルジバリスキーといった探検家、植物コレクターが各地で収集した植物を植物園にもたらした。1873年のウィーン万国博覧会に展示を行い、主任研究員のレーゲルは学芸員のヨハネステオドール・シュマルハウゼンを参加させ、国際的に評価された後、多くの博覧会に参加し国際的な活動をするようになり、 外国からの植物の導入が図られた。マキシモビッチの活動によって中国やモンゴルの植物も集められた。1892年にアレクサンドル・バター人がロシア人の最初の延長となった。1913年にピョートル大帝定立植物園の名前に改称されたがロシア革命を迎えることになった。革命後名称はソビエトロシア共和国種植物園。 ソビエト連邦植物園と変えられるが、植物研究に用いられ、1930年からソビエト科学アカデミーが管理し、1931年にソビエト科学アカデミーの植物研究所に統合された。1938年から1944年と1948年から1958年の間は、セルゲイ・ソコロフが園長を務めた。 第二次世界大戦のレニングラード包囲戦で植物園も甚大な被害を受け、1941年11月の爆撃で温室は破壊され栽培されていた熱帯の植物は所院が自宅に持ち帰れたものなどを除いて一世にして失われた。戦争以前に約6300種あった植物は約800種にまで減少した。戦後、植物園は再建され、 温室が建設され、植物が集められ、種の数は全然を超えるまでに回復した。ありがとうございます。